ちは。札幌交響楽団副首席フルート奏者の、川口明です。本日は、バーカート、レゾナ100、リップ銀製の、材料のモデルを、試奏させていただきました。普段僕はバーカートのところを愛用しているんですけれども、さすがこのピッコロの手がけているメーカーであって、高音の伸びが大変素晴らしい、そして、とても安定した音程で吹くことができます。日本の他のメーカーにはない、アメリカの独特の明るさのある楽器だなという印象を受けました。だけがシルバーということで、吹き心地としてはとても、軽やかな、吹き心地で、例えば中学生始めたばっかりの子とかでも、なってくれるような、すごく楽な息で吹ける楽器だなというふうに思います。高音が非常に安定してますので、吹奏楽なんかで、高いところで速い速くなってくる、ところなどでも、とても活躍するのではないでしょうか。そして多分、この明るい音色ならば他の楽器に埋もれることなく聞こえてくるのではないでしょうかと思います。とても素晴らしい楽器。